ただ私がいつも何をどんな意識で生きてるかっていうちょっと話をしてみようかなと思って、言葉で理解しようと思ったら多分よくわからないと思うんですけど、まあ聞き流し程度で、今この瞬間私はあらゆるものすべてであるっていう、なんかその意識でいて、それは広大無辺なね、無限の意識なんですよ。でも人と接していたり、この普通の社会の中にいると、その広大無辺で無限な意識、今この瞬間あらゆるものすべてが私であるっていう、この意識からずり落ちるというか、小さな小さな有限な自己の意識の中に、パタンと入ってしまう時がよくあって、まあそれは誰しもそういう状況多いと思うんですけど、その小さな自己に、自己の意識、有限な自己の意識にパタンと入った瞬間に、その時に、こう本質を見る目を忘れないでいようっていう意識でいます。で、その小さな自己の意識、有限であるその意識が体験するものをもちろん、軽んじたりっていうんですか、軽視したりはしていなくて、そこの、それこそ、分離意識、エゴキマンが見るその概念、その世界で起きる感情もすごく大事にしているので、湧き上がったその感じたその感情っていうのはとても大事にしながら、でもそれを分離意識から発生したその苦しみの感情っていうのは本質ではない、私の本質ではない、それは有限の事故が引き起こしている部分だから、広大無辺の無限の意識の目、今あらゆる瞬間私は全てである、そこの場所に戻ってもう一度この体験を吟味してみようっていう、その、行ったり来たりをしながらこう自分を観察している状態ですね。あらゆる瞬間に神、ソースエネルギー、広大無辺の意識、全部私の中ではこう言葉は違うけど一緒くたの定義で、まあ、本質の存在と言ってもいいし何でもいいんですけど、そうあらゆる瞬間にこう神をなるべく発見しようと意識で見ています。この現実という世界を、小さな有限の自己の意識にの扉に入った瞬間にやっぱり嫌な気分になって、自分の頭がぐーっとこう縛り付けられたような感じにもなるし、でもそれは私が今まで生きてきた中で植え付けられた、自分で植え付けてきた物の見方、一つの観念、社会的な概念がその感情を発生させている、その広大無辺の意識とのこう分離感というのを感じさせているから、それを感じつつ元の大きな無限の意識の場所に戻ろうっていう、なんかそれを特別な感じでやってるわけではなくて、結構まあね、私結構派手な格好してメイクもなんかバツッとやってるんで、ほんとそんな風にきっと見えはしないと思うんですけど、そんな感じです、頭の中いつも。なのであらゆる瞬間に、今この瞬間細部に神が宿るという、これをすぐ忘れて小さな有限の意識の中に入るとすごく窮屈さをやっぱり感じるから、その場所からもう一度出て、その瞬間元の意識の場所に戻るという、いつからこうなったんだろうな。でもそのソースの視点っていうのをエブラハムに教えてもらってから、そのここまでなんかあらゆる瞬間になんか神を感じようとか思ってなかったけど、最初のうちはソースの視点で見た時にどうなんだろうっていうのは最初からやってたかな。まあこれただの私のいつもこんな感じで生きてますっていうただの視野です。見える空間、今感じている空間すべてに私の意識が、あの人にもこの人にもその人にも、私の意識というよりその神の意識が充満してるって感じですかね。そうすると自分の意識がこの空間全部に拡張していく感じ、こう広がっていく感じが
あ、でもその時はやっぱり自然と呼吸してるかな。深い呼吸してるかもしれない。深い呼吸してそこに戻ってるかもしれないな。そうですね、コンビニの待ち時間とかレジのやってますね。もうなんかいつでもやってますね。いつも自分のこう意識があらゆる細部にわたって拡張しているっていう。そうなんですよ。なんかすごいね、チャラチャラした感じの格好をよくするんで、まるでそんな風に見ていただくこともないんですけど、頭の中はずっとこんな感じです。それはベローンとは違う感じ。そうですね、広大無辺の意識っていうところに戻るとすごく安堵感が戻ってくるので、ベローンですね。それを蓮の上に乗るって言い方をしてもいいし、自分なりのイメージでそれぞれ多分違うと思うんであれなんだけど、私はそうです、拡張したその無限の意識の場所に戻った時に深い安堵感を感じるんですよね。そこの場所に戻ると、ついさっきまでなんかすごく慌てふためいて、なんかこう問題だと思っていたことが次の瞬間に消え去ってるっていう。これがこう日々拡張した意識の時に自分の肉体感覚はあるの？全然あります。普通にある。普通にここにいる肉体感覚もある上でなんかそれを感じてますね。安堵感みたいな。そうだ、なんでこの話をふとしてみようかな。いや多分相当全然なんか何の話やねんっていう使い方もきっと分かんないだろうし、私個人的なこのあれだからあんま意味ないかなと思ったんだけど、今日なんでこの話をふとしようかと思ったかというと、頭の中のシェアのアカウントでたまたま上がってたのが今日インスタ開いたらパッと目に入ってきて、これね、これが上がってたんですよ。まあ、簡単に言うと、すごい、相手がしてることがすごく嫌だ、みたいな。まあ、簡単にまとめちゃうとね。その人はね、もう自分で答えが出してたんですよ。文章の中に答えが隠れてて、自分が強く嫌だと主張し、できないかったことが、もう、なんかこう原因だった気がします、みたいな。そう、だから多分嫌だっていうことに対して、なんか真正面からやっぱり嫌だっていう、怒りをあらわにしたりすることにちょっとタブーを感じてるのかなっていう感じだったんですよ。で、その時に、この絵を見た時ね、この不動明王、私よくこれなるなと思って、不動明王みたいな感じ、この剣持って後ろメラメラ炎でみたいな、なんかすごい過激な言い方をすると、まあ、このね、このさ、こう、ハッピーちゃんになって、こう人間界で、なんていうの、影響力みたいなのがついた時に、人が、エビス顔で寄ってきて、そして、こう、利用みたいな感じで近づいてきて、旨味がないと分かった瞬間になんか、手のひら返すみたいな、こと、が本当にあるんだみたいな。ね、芸能界とかで、へーって、他人事みたいに、見てたものが自分にもこう起こるわけですね。その時に当たり前だけどなんかすごい腹が立つ、なんかもうムカつくわけですよ。よく周りからはよくケロッとそんなすぐに忘れれるねっていうことをよく言われるんですよね。なんで引きずらないのとか、なんか私だったら絶対1年以上は悩み続けるっていうか引きずる内容を、なんであんたはそんなになんかスパッとできるんやってよく言われてたのが、そういえば私はね、このあまりにもその腹立たしいことが起きた時に燃やすんですよね、その出来事とか人を頭の中でね。その時不動明王みたいになってる自分が、なんかこう自分の狂気的なこの部分っていうのに許可を出してるんですよ、自分の頭の中で。だからもう燃やして切り裂いてうわーってやると、結局それいつも何やってるかっていうと、自分の怨念めいたエネルギーを自分の剣でちゃんと毎回切れてるんですよね。だから引きずらないよ。それを実際相手にね、なんか例えばそのぶつけてもいいし、ぶつけなくてもいいし、なんかどっちも正解不正解はないけど、私はそれをやりたいときはただ自分がスッキリしたいだけなんですよ。もし相手に何か言い訳して正論を振りかざしたいときは、相手を言いくるめて
ただスッキリしたいだけで、もしその行動を取ってしまった時に、私は一瞬すごくスッキリするけれど、結局その後に後味が悪いものが残るの分かってるんで、なんかそれをやってもなんか自分のためにならないなっていう。だから頭の中ですごく狂気的になって燃やしたりこう切り裂いたりして、自分のその怨念のエネルギーをきちんと炙り出して切り裂くっていうエネルギーを、でそうすると相手に対してのその恨みつらみがスーッと、まあ、やっぱそこまでスパーク自分の中でさせるから、あの綺麗にね多分なくなってるんだよね毎回。だからなんか思いずっとその出来事について考えるっていうことがない。で逆にこの不動明が自分の中からってこう出てくると、すごくやっぱパワフルになるよね、この怒りとか恨みのエネルギーって。でさらそれをこうバツンって断ち切った後に必ずやっぱり気づきが出てきて、で大概私の場合はだけど、こういう出来事の時は過去のね、なんか許せてない自分とかだったりするんですよ。そうすると大きく自分の意識が広がるんですよね。それとともにこの出来事とその他人に対してのなんか慈しみの気持ちが勝手に湧いてきて、なんか勝手に感謝に変わっているっていうケースが毎回でした。そういえば相手もなんかいろんな立場があるしなとか、やる前になんかこう呪い切るっていうか、でそうすると慈しみの気持ちがね生まれ、なんか湧いてくるんだよね、自分がその立場だったら。でなんかこうやっていくと、あ、過去に私も同じことしてたとか、なんかそっちの立場をやってたことがあるとか、なんかいろんな、あ、それを許せてなかったなとかね、なんかエネルギーが変わっていく錬金術だと思ってます。これ結局自分の世界で私の意識の中で起きていることなので、あ、そう感じている、観測している自分がただいるだけで。そうなんですよ、問題は相手に正論を言って言いまかしてすっきりするっていうのが、まあ私はゴールではないからやらない。だからといってぶつけちゃダメとか別に何も思わないし、やりたいようにそれぞれの選択でやったらいいと思ってて、まあただ私のシェア。